どうも皆さん、おはこんばんにちは。ディビジョンエージェントとじゃアニチョでーす。エージェントおついちです。後ろ敵です。結局手に入れてる敵がいます。ディビジョン2続きをプレイしていきたいと思います。はい、おーい。あー、ポンポン野郎ですね。ハンマーじゃない、あれ違うか。ポンポン、いや、ポンポン野郎です。ハンターはもうちょっと鮮明な黄色です。そしてウルフのマークがついてるの。いや、ハンマーだよ。ハンマーですね。嘘でした。ハンマーか。アイコンがポンポンみたいな。ね。あ、もう取られたんじゃないの。ハンマー。そうです。マジかよ。みんな無事か。これでしばらく近づいてこないんじゃない。もうどういう戦いだったんだ今のはって感じだった。一人だけウロウロしてるっていう。そう、よくいるんですけどね。よく民兵とよく戦ってますね、あれ系は。へぇ。で、前にも敵いるね。ハテナあるけどね。公開処刑か、これ。なんだ、なんだろう。なんか、でけえのいるよ。めちゃくちゃいるよ、っていうか公開処刑だ。やれやれやれー、これねー。おー、ラムシャイみたいなやつがいる。またいるじゃないの。ハンマー突っ込んできた。突っ込んできた。ズン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 。ティー。オッケー。発動。はい。人質そのまま立つんじゃねえ。危ねえ。やりむいね。鉄人を守れ。えい。増援を来るぞ。めっちゃ来る。めっちゃ来るね。黄色がいる。黄色がいるね。しかもグレネードだ。うん、よくないね。いってよくないね。任せろ。あ、いた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 、後ろ。おい、ナイスー。どっから来た。森から人質と話す。お、これはおついさんの好きな武器じゃないの。何ねえ。はい。お、紫…わー、エロボアちゃんじゃん。速攻でいろいろなって。ボアちゃんにしよう。ボアちゃん…ボアちゃんか。ついてくる子は何、自動的に敵を攻撃してくれるわけじゃない。え、何にした。クラスター、あ、クラスターってか、マイン、なんか分かれるやつ。分かれるやつは味方敵割と索敵してくれるけどね。ね、さっきずっとついてくるだけだった。たまにすると、あ、ちょっと待って、捕虜が落ちようとしてる。あー、捕虜ー、捕虜ー、あれ、あれ、捕虜どうなってる。すごい、もう丸がドゥルルルルってなってるんだけど。下に行ったね。そんな自由に動けるの、あいつ。サイドミッションいろいろ見つけますね。あいつ一人でどっか行っちゃったぞ、しかも。てんな、わかる。判定もらないとな。佇んでるわ。人質と話すわ。そのそいつと話さなきゃいけなかったんだ。そう、オッケー。話した。仕方ない。どうしよう。アウトキャストの懸賞金っていうのを落ちてるけど。え、落ちてる。懸賞金が追加されたって書いてある。あれだね、まあ、ウォンテッド。ウォンテッドがいるね。おついちがスパーリンヘビーブリーザーを獲得っていうのは金色で出てたね。金色出てるから大丈夫。何、静かだったじゃん、なんかね。なんか静かだったじゃん。金色手に手に入れたらしい。ああ、マスクだ、いらねえわ。いる。いや、まあ大丈夫か、うん、別に。なんだ、コロンビアプラザ放送。どこどこ、すごとこ、どこすごとこ、あ、横か、ついてた、やってくぞ。 RK の商品は登れねえ。ここ登れねえ。あ、乗れた、ここ。なに、うっそ。どこどこ、どこどこって感じだけど、どこすごとこ、サイド行く感じね。え、どっから行くの、これ。こういうのね、あるよね。上じゃない、うっそ。こっち、こっち、こっち、こっちじゃない。ほんと、俺こっちから行くわ。ほら、あった。いや、アイテムいや同じじゃねえ。あ、お
違うね。あ、ここに火炎弾、火炎弾大事。自販機、自販機。あのね、それ後ろについてる場合はね、場所指定してスキルボタン押してあげれば多分そっちに向かっていくはず。あー、 いつもさ、誰か狙うとか出たりするんだけど、それが出なかったから。適当に場所を指定してもいけるはずだ。了解。なんか出た。ゲラーン。吹っ飛んだな。依頼聞ける。攻撃力アップ。もうエルボアなんでこんな弱くなっちゃったんだよ。エルボアちゃん、エルボアちゃん、俺の。え、これで終わり。捕虜を救出。真ん中にすげえじゃん、マッドマックス張りの檻が。来てくれてよかった。来てくれてよかった。私を使ってここに人を誘い出そうとしてたの。ディビジョンエージェント半分なんかし。開かないわ。連中ばかりよ。その一人が檻の鍵を持ってる。檻の鍵を探さないといけないらしいよ。こんな貧弱な檻なのに。撃てっていう話だけど。ガレージを、ガレージに到達する。下か、こっちだってよ。あれね、やっぱインターセプターを手に入れて、あれを引き剥がすと。引き剥がす。バゴーンって。タクティカルスーパー、うーら、ゆっと。こっから下か。ここだ、そっち開いてるか。上はいけない。ゴーゴーゴー、行ってください。おーマイガーよっ。地下駐車場への道を探す。探して、カーパーク。これっぽいけどな。普通にドア開いたけど。こっちかい。プロパンガスを検知。プロパンガスを検知。おー、お前、おかしいだろ、その距離。食らってんの俺だけ。エージェントの風神にもいるよ。あ、ちょっとそうやってカバーリングを取るな。ちょっといた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 。グレネード投げる前にそうやって。イエーイ、さっきのゴジラ。たくさん出てくる、そっから。いいよ。人質を解放しろ。檻の鍵を拾う。俺のところに戻る。ん？俺のところへ戻る。懸賞金に失敗した。片手で開けられるっていう。戻ってくるじゃね。音聞いてこの音。じゃあもういっぱいいっぱいで持てなかった。そうだね、そろそろね、素材がいっぱいですからね。素材な、持てる量をマックスにしてやんだよな。250がマックスだ。嘘。そう、すごいすごいすごい。ヤッホー。ドジャにつけて上から来るよ、どんどん。どこ上って、そういうこと。そういうこと。いや、降りてきて。次が下で待ってるんだよ。反対側。反対側になった。上がってきてます。どういう活動？すごい数じゃん。せるせ。おう。ボガン。あれは金色の柱。また？また？あれは金色の柱。伝説に聞く。
固い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 。ああ多分ね、ディビジョンに関してはね、アニチャが使ってますわ。使ってますね、これ使ってます。ちょっと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 早くたーっ打ってる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 。あっちあっちあっち。カップンね、カップンね。オッケー、まだいる、奥。名前付き2体サラメンダーグボカーン。名前付きが…あっ、おちゃ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 。こいつは熱い。めっちゃサラマンダーしてる。あっつサラマンダー強いな。前のやつらもう投げまくりだぜ。オッケーオッケー、火ついた火ついた。ガスボンベに。サラマンダー2匹いるぞ。しかもダブルサラマンダー。双子かな。そしてまた金色だ。よし、左のは倒せそう。あっつ、もう一人は倒してる。オッケーオッケー、これで2人。おっ、テロレロレロレリン。おぶねー、ドンテロレロレロリン。全回転まあそうね、何の話やねんそれ。毎回思うけど、痛い痛い痛い。全回転とは、まあまあまあ、今下にこうで、そんな説明いらねえわただ単にいいのが出たって話よ。そうそう、でもいいのが出たってことはこう連チャンで出るんじゃないかっていうほら見ろこの神々しい光ダブル。どこ、あ、上にも出てんだね、あなた。すげえな。俺1個しか出ねえよ。あ、でもまあ俺もここには出てる。おー、素晴らしい。マリンスーパーナインティーの金や、いいな、武器の金はいいね。俺マスクだったわ。武器金。もう1個はあ、まあ自動回復ついてる。こんなにポンポン出ると金のありがたみってもんがね言うねえ。スパリンヘビープレイザー。まあ結局は最終的に全部金で揃えないといけませんからね。そうですね。全金ヒート派、なるほど。出すぎでしょ。まあ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 、今だけですよ。すごい顔してた、びっくりした。目まばたきしよう。ちょっと怖いよ。お父さんこの人怖くない？え、ドライアイなんだよ。あ、ちょっと、しかもえ、それ髪の毛ずれてるよずれてない、ずれてない。やめなさい、レジに対してそういうこと言うのは。わお、イエー、レベルアップ。市民軍が向かってる。あとは彼らに任せろ。よくやったな。ねえ、あー、なるほどね。リフレックスサイトの設計図。うい、あなた、やった、レベルがあった。エミリー、俺はここにいた方が役に立つ。さっき言ってるぞ。あー、ちょっと待って、はいはいはい。距離を稼ごう。いやー、2単位ネームの出てくるとはね。ね、楽しかった。いいんじゃないですか。ほう、以上でしょ。なんだなんだなんだ、目の前にたくさんなんかを。ええ、クールダウン 13%。 うん、でかい。あー、でかい、ね、でかいです。ほう、なんかレベル上がっちゃった。結局もっとつけらんねえからな、装備のあれで稼ぐしかないのよね。掘りって命中率を持っていく。マリンスーパーナイティモデル700。俺が分解して売ってる。あれ聞いちゃった。それなかなか使いやすいかもしれない。
で、開いて、トヨさんのところに、トヨが、戦闘中ファストルールできないよ。ちょ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 、できた。なんで？はい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 。イベントが出たからそれで飛べる。あ、承諾すれば。またスタート。そっちか。誰と戦ったの？終わり。終わり。ここ？これか？これだね。おお、とうとうやってきたわけだ。アウトキャストの敷地に。どこから入るんじゃ。さあ、どうやって入るんでしょうか。どうせここでしょう。なんもねえじゃん。アイテムが。ゲートの前のポールの上に車が止まってる。ポールを上げればあのゲートを開けられるかもしれないわ。ポール？ゲートの前に車が止まっている。お父さん、え、場所合ってたんですけど。ああ、後から出てきやがった。君来るの早すぎ、早すぎた、うん、おー、 おー、ちょっと待って待って。おー、すげえ。いや、それはそんなちょっとそんなことある。意義あり。そうね、どちらかっていうとあれでこう上登ってくんだったら分かる。そう、爆発してるぞ。敵めっちゃいるわ。横、横。最後に残るのはアウトキャストだ。ほう、残らなかったな。うん、僕にもいるけどね。確かに残ってるけどね、その場合。逃走ルートを遮断してくれ。南西にあるヤツらの。はっはー、来いやー。暴れるとるね。まだ来るよ。頭にぶち込んでやる。いけー。誰一人生かすな。誰一人生かすんじゃない。どっちがアウトキャストなんだかもうよくわかんねえな。最後に残るのはデビジョンだ。ハムカッパやつだから。死体が落ちてったぞ今。左、左シールドがついてるから大丈夫。ああ、なるほど。ダブルドローンがついてる。ダブルドローンついてる。ダブルドローンの脅威。そこか。破壊しとこう。あやあやーとか言ってなんかよくわかんない規制を走ってるやつだ。俺のドローンが。おーっと。あー、すごいいる。あー、あれグレネードはちょっと頑張ります。グレネード、ダブルグレネードだよ、こんなの。ステンバイ、ステンバイ。もちろんもちろんもちろん。オッケー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 。ゴー！おふぅー、綺麗に消えた。あ、ドローンだけ残ってた。危ない。行くぞ、左側。おおおおおお、どんどん行って。滅びよ。よろしく。上登ってる。ブワーふっふわ。あれ、早くね。嘘、マジで。あー、スナイパーとかもいるね。オッケー、押しまーす。はーはー、頑張って俺のドローン。はい、スナイパーどれかしらね。まぶっせ。スナイパーどれだ。あれだ、あれか。ダブした。ほら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 、頭を下げろって。左側回ってる。おー、よし。ドン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 。ドローン破壊。エラレン。回るぜ。まだ来てんじゃない。頭を下げろ、頭を。ほっ。グレネードでドン。エラレン。いいですね。音じゃないのだった。はいよ。オッケー。あれ、この金色の光は一体なんじゃ。もうもうもうもはや、もうもはや、もうもうもはやだわ。もうスパリーヘビーブレザーがまた出たんだが。よいしょ。もはや壊れちゃった俺のディビジョン。ああ、もう使ってますわこれは。もっと、みんなみんなレポートだけはしないであげてください。やめて、何も使ってないから。
確率の遊びだから。それか本当は出ていないのにアニジャーずっと出ていると左下に出てんだろうが、ログがよ。それだったよ、一番やばい。それ左下にログ出てんだろうが、ログ全部実は本当は金色じゃない。それはね、新しい。何これ、こっから先行けないんだよ。あ、行けた。いますよ、グレネード。使ることになる、はい。あー、なんでいい感じバラバラなんでしょうね。ねえ、はい、とりあえず。うわー、びっくりするから。ナイス。はい、狙っちゃってください。来てます。かわいそう、登ってる途中に。なもん、なもん知るかい。なんてひどいこと。よし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 、登ってる。あれも落とさないと。おお、何言ってんの。これが運命の力よ。オーバーヒートした。早っ。力力ミラー人がまるでゴミのようだ。すげえダメージ入ってる。上上制圧中だ。スナイパーがすーげえ落下した。あ、しかも上から死体がかわいそう。まだいるらしいよ。どこ、あ、いたいたいた。消えた消えた。実にいい体験をさせてる。本当に射撃場こんな感じで置いてあるからな。一瞬だぜ弾が出るのはみたいな。反動は全くないから気をつけろみたいな。やばいな。逆に反動がないのみたいな。よいしょ。あれ、どこだ。何が。あ、他のゲート集合しました。はい、インタラクト行くぞ。遊覧船を破壊しよう。遊覧船を破壊する。はい、遊覧右のやつグレネード行くぜ。おら、おう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 、ごめん、撃ったわ俺。うん、もう二度とグレネードごめんって。もう二度と左やすぐ撃つ。あー、テロレロレロレ、ちょっと待って。テロってるテロってる。お兄ちゃんが開けた、なんかその何も言わず開けた箱から何か出た。やばいやばい、俺が開けるとやばいな。よし、感染してきたぞ。感染してきた。アニインフルが。やべやべ、金の装備が出る確率がインフレする。アニインフレ。あー、発症したか、ついに。やべ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 、痛い痛い痛い。後ろで向こう向こう向こう、助けてやるよ。せちがらないこの世の中から。うん、解放してやる俺たちの通風呂理由。このせちがらない世の中から解放してあげて。解放術。後ろ返してこよ。どんどん兄者箱開けていいから。箱開けて、箱開けることだけに宣伝して。こんな船なんて破壊するのにグレネード必要だよ、こんなもん。爆薬だ、爆薬。爆弾だ、爆弾持ってこい。こんな遅刻あら、どうもこんにちは。そしてさようならかな、これ。さようなら。はいよ。ブー。あ、いいダメージ与えてたの。さようなら、ドーン。お前ごとだ。ほっほー。おついさん、起こしとく。あー、頼む。オッケー。いやー、あのね、やっぱりね、エルボーダメだ、つかもんになんないもんや。なんだって。つかもんになんないもん、これ。つけもんが食いたい。もうダメ、もう破壊しよう、これ。破壊する。乗れるけど、これフォトジャ君からもらったのは申し訳ないけど、俺乗って帰ればいいじゃんね。フォトマック側を使って壊したよ。あ、これだ、これ。撃つ。
うわ、え、こんな感じそんな燃えやすいもところにあるハンドルの下に燃えやすいもあるある。あ、どうなんでしょうね。とりあえず俺が乗ってきた船にはついてなかったけどエージェントダウン。大丈夫、誰かダウンしてる。俺あ、ケルソはダウンしてる。あ、ケルソがダウンした。ケルソ、あら、やばいじゃん。あのケロスがダウンするのやばくない？やばいね。やばいよ、もう金のさらに上が出てきた可能性がある。エキゾチックか。ジェペン、ちょっと待って、この微妙なダンス乗れない。ジェペン、ジェペン、ジャパンが出てきた可能性はあるよ、うん、エキゾチックジェペン、あとジェペン。濃いオレンジ色だったらエキゾチックです。あ、そうなの、あ、なに、エキゾチック、エキゾチック。今回もゾチックはあんの。だ、エピックの上がエキゾチックだから。エキゾチックはいつになったら出てくるの？エキゾチック、まあ出てくるんだったら今出てくる可能性あるかもしれないけど、運転運パーセントとかそんな感じなんじゃない？運パーセントも可能性あるの？もう一つのキャラクターとかで。あ、持ってるよ俺、一個。ほんま1位以下じゃないの？一個。ただね、なんかね、ハード以上でクリアしないと出ないとかそういう条件がある。なんかこの不穏なやばいでしょ。いるし、もう下燃えてるし。燃えてるね。どっかから出てくるでしょ、これ。おい、あ、あ、はいはいはい、来るぞ。あ、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 なんか燃えてるすごい、あんな今のすごい浮遊してる。やばいやばい、笑ったな。見ちゃいけなかった。あれがエキゾチックの力。あ、俺は見てないから多分大丈夫。動き方がエキゾチックだ。上上、痛い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 、やべえやべえやべえ、燃える人たちが。もうなんかゾンビみたいに来んな、やべえな。オッケー、おい、お、人だね。ドジャに回復つけて、後ろー、燃やすよ、はいよ。こんな板とかもう貫通してすぐ死んじゃうでしょ、俺。ゲイ、あー、燃やすやつら来るね。燃やすやつら来るっていうと、遠すぎて何にもしようがないな、あいつらは。降りてくる途中にやられる奴ら本当にかわいそうに、うん、どうしたそれ。そうでした、しょうがない、それだけ悪いことしてるんだから、あの人。結構飛距離、ホームの飛距離意外と。オッケー、お願いします。まだ来るよ。すごいかっこいい出方してきた。片付けた。もう終わってしまったようだ。楽しいフィーバータイムが。入りましょう。どこから入るの？どこだろうね。まあ右か。なんかありそうだな。あ、アウトキャストの鍵。アウトキャストの鍵は持ってない。いいんだよ、出して。持ってない。作って。地下にもおらない。もう破壊すればいいのにね、こんな鍵なの。そう、破壊できないんです。お前が手に持ってるものはなんだ。不思議なフィールドによって守られた。あとはお前にかかっている。奴らは劇場を通り抜けるんだ。皆殺しにしろ。すごい、劇場裏だ。劇場しちゃうらしいよ。インフェルノっていう、なんかね、メントとか。なんで銃でこれ箱が破壊できないか、ここのステージで多分分かるかもしれない。嘘、めちゃくちゃいるよ。だってこれベニヤ板でしょ。うん、これ銃弾通さないから。あー、特殊な、やっぱりね。うん、へへー、見ろー、やつらが黒焦げだ。なぜここにはガトリングがないのか。劇場だぞ。まあ、置いてあってもね、確かないかもしれない。新しいの上から。はい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 。あ、おーおー、上から。おーおーおー、ずる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 。ありがとう。あー、取り抜けて。やだー、爆発させんじゃないよ。ずる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 。上からは来た。上から、上から降ってきてんだね。そう、一瞬で下降りてやめろ。一瞬で下降りんのやべえな。わざだな、あいつらの。アウトキャスト術だ。アウトジャストなら一瞬でノーダメージで下に降りれる。下に降りることができます。だからそういう風にやられた人たちが多かったから編み出したんじゃない。編み出した。あ、なるほどね。降りる途中にやられることが多かったから。そう、俺たち降りる途中にやられちゃうんだけど、どうしたらいいのかなっつって。
これを使え、つ天才かよ、つってこう一瞬で下に降りられるぜ、つロープなんかいらねえ、つ終わったか。終わったね。銃声か、援軍は送ってないぞ、ビル内を確認するんだ。おーい、いやもうひたすら銃声してただろう。俺らじゃねえのっていうね。ねえ、あるぜ、あるぜ、あるぜ。あったあったあった。開けろ、あれ、あれじゃ開けろ。ディヒューン、わー、気になる。出てる、出てる。出てるわ、これ、本当に。やべえわ、やべえわ。カモン。やばい、ほんとやばい。これはやばい。やばい、笑い止まらない。俺、好きになってきたよ。このモードがやばい、ほんとやばい、やばいわ。それ今の俺が好きだ、このネタを全て振ってる感じ。ケルス全然ピンピンしてるじゃん。もうラックに 120% 振ってるでしょ今ステフリはラック 100% やばいね、あ、生きてたんだね。余裕ですね。グレネードだって、壊れたのか。ステンバイグレネード、ステンバイグレネード。はいよ、はいよ、よ、あ、よかった。ナイスキュー。いいわ、気持ちいいね。レベル上がっちゃった。いいじゃない。ああもうアニジャがいれば我々も金のおこぼれをまあ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 、だって俺とオトジャがこんだけ出ないのにさ、うん、ボッコンボッコン出すでしょ。だってボッコンボッコン出すぎだよあれ。ケルソ一人でどっか行ったぞあいつ。用事思い出したんじゃない。ぜひねオトジャさんと共有してください。今回共有できますかね、ちゃんと。その出てる金は確かに共有できるやつ。そう。だから兄ちゃんが大量に生産してみんなに配ってくれれば一番いい。そうだね、体の中でどうぞ。何があってもコンサートホールにはいるんだ。コンサートホールでなんか楽しいことやってるっぽいよ。もうやるしかないでしょ。リリリリ、なかなかね、この金を出すにはコツがあるんですよ。コツ、金の卵をね、作る。金の卵を作るコツがあるんで。ボディーラインですね。痛い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 、すごい痛い。これすごい痛い。クオリティない。なんか使える金あった？これは共有できるね、まだ。ブラックマーケット、共有できるやつはどんどん落とすか。でもこんだけ金出るともう金以外興味なくなってくるわな、うん、そうだね、うん、まあそこだよね。紫、金出してよみたいな感じ金出して早く。お父さんがね、軽くマジで金出すぎだと思ってると思う、ね、まあマジで出すぎだと思うよ、これ。だって、明らかにその、はぁみたいな感じで金出すぎもん、ね、世の中にはフィーバータイムというものが存在するらしい。わりかし、あの、いろんな人のディビジョン見てますけどね、出すぎですわ。はい。Thank you。お父さん、P416G3 は？あ、もう最強。あ、最強？最強。アサルトライフルでしょ？うん。あ、最強。じゃあ使うわ。何これ、窓の形が残ってんのかこれ。ちょ待って、ちょ待って。何？一緒に行こう。その道中勝手に金出られたら困るから。勝手に金出られたら困るってなんだよ。もう兄者が金の卵か何かにしか見えてないの。そうそう、もうダチョウ、金のダチョウや、うん、ダチョウってね。鶏どころじゃダチョウだもん。あんなすぐでけえの金出すから早くうめえっつって。ほら箱だぞ、早くうめえ。今回のほらほら、あのこの補充するのもアニジャに補充してもらわないと。出るわけねえだろうが。なんでだよ、どうやって金出すんだよこっからよ。金のパーセンゲージがこう多分 8% アップとかこうタレントついてるのアニジャに。箱があったら俺に言え。箱の文句は俺に言えみたいな。あ、扉もアニジャに開けてもらった方が。扉は関係ねえだろ。さすがに扉は関係ねえだろ。次の部屋がほら金が出る確率が何パー。コンサートしてる、コンサートしてる多分。俺は開けろもん。オッケー、すごいじゃん。ちょっとここで画面に。お前らは俺の手のひらで
グレネードステンバイ。ステンバイ、ステンバイ。あの二人は吹っ飛ばす。お、斜め立ってるよ、あの人たち。うわぁ出過ぎだろ。うで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 ぃー、これこそあれじゃない舞台で。416強い、強すぎる舞台で出待ちしてたんだ。レートも速い。上、頭にぶち込んでやる。ほい、 416強い、強いって。お、火炎瓶飛んでたぞ、そっち。おお、来た。ちょちょ、ファイヤーは勘弁して。いらで強い俺の今まで使ってた武器何だったんだ。え、言ってやろうか、うん、ゴミじゃあ P416 のキーをアンジェに出してもらえばいいってことだね。そうだね、そうだね。どういうことかよく分かんないけど、まあまあまあ、あの強い理由は安定性に持っても命中に持っても結構あのブレずにほどほどいい、打てるし、そうそうそう、60発で打てちゃうからね。そうそうそう、5.56。オール来た、オールオール。アニジャから倒して。え、あ、そういうこと、そんなことある。ラスキルはアニジャに。あ、そういうことね。あ、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 紫でしたわ。それでも紫なのかよそれでも紫なのかよって。青だぞ。ちょっと面白い。紫は出るだろ、普通に。もう普通に出るだろ、店でも売ってるわ、紫。なんかそのみんな扉の上に隠れてどっか行っちゃうの、なんなんだ。よいしょ。なんだこの赤線。あ、いけないよってことか。あ、すげえ開いた。あいつもうなんか終わったと思ってやがっただろ。グレネード投げます。グレネード吹っ飛んだな。あ、いたいたいた、横いたい、あいたい、ネームだ。横、横は倒した。 OK、 よし、打つぞ。3万2000。ほいっと撃ってくるぞ。よし、3万2000。あー、3万2000。いや、あ、あれはあれはあれは金の輝き、金の輝きが。ありがとう、アニジャこいつもう我々今アニジャゴールドゴールドチームに所属してるから。ゴールドラッシュ、ゴールドラッシュ、これがゴールドラッシュ。アニゴールドラッシャー、まだあったんや。イエーイ、マジか。金だ。あ、ダブ金だ。ダブ金？ダブ金だ。ダブ金ですわ。おい、マジでフィーバー来てるぞ。ダブ金じゃん。ダブ金ですよ。どうしたこれ。ちょっと嬉しくなってんじゃないか、おついじ。いやー、もうこれはいいですね。おついじが静かな時は大体嬉しい時だから。笑ってる時は大体嘘の笑いだから。まあそうだ。トミーガンの金。いやー、でもベクターはいらないわ。トミーガンの金。トミーガンの金です。ベクターの金落としたよ、一応。優しい言葉に銃を添えれば、優しい言葉だけよりも多くのものを手に入れることができるアルカポネ。あー、レベル低いんだ、いらねえ。どうなのベクター。あ、でもオプティミストついてる。で、マガジンの弾薬数が20増加。お、それはね、と敵のキルの 5% アクティブのスキルのクールダウンリセット60秒。インリズム、インリズムも使えるやつ。ベクターの金だってよ。ベクターの金はね、ちょっとこう微妙な雰囲気になる。弾数が20発だこっちね、エスコーターコンバットハーネスだって。お、ちょっと防具欲しいっすね。誰かベクター拾っちゃって。エスコーター、あ、エスコーターが SMG ダメージだが、これとベクター組み合わせればまあマシかな。まあマシ、ほら、あ、 SMG ダメージ 10% 上がるからな。そう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 。あー、このビンディクティブはいいね。けど15m 以内にいる全グループメンバーのクリティカル率が 20% 増加。ステータス効果を与えて敵を倒すっていうのが条件厳しいね。条件厳しいですね。ありがとうございます、いろいろと。金だらけじゃねえかよ。金フィーバーだよ、これ。金フィーバーだったね。本当に金フィーバーだった。もうなんかほら、コメント欄使ってるよね、こいつらって言われてもおかしくない。あ、まあまあまあ、アニジャに関しては使ってると言われてもおかしくない。俺に関してはじゃない。もうみんな出てるよ。俺逆に今回出てねえからな。いやいや、だってさっきまで来る道中だよ。そういうこと。そういうとこだと思うよな。なんかさりげなくこうヘイト俺たちに向けようとしてるけど。まあ俺だけヘイト無用に高いからな。怖えんだよ、これ。
いや、いいことですよ。どうすんだお前、次プレイしようとしたら、あのアカウントは放棄されましたから。えってなるじゃん。そしたらもうちょっと申し訳ないけど。ああ、そうだったんだって言えばいい。そうだった。やっぱりそうだった。やっぱりそうだったんだ。やっぱりってなんだ。誰か M1 CQB いる？かっこいいよ。M1 か。M1 もらおうかな。発動しました、オプティミスト。とベクターね。俺ベクターは大丈夫だ。欲しい人いる？ベクター。ベクター。そのだってあれと組み合わせると強いんじゃないの？いや、もうトミーガンの方が強いね今。トミーガン。トミーガンの力。打ってみって打って。打ってみ。まず打ってみ。うん。打って試さないと。すごいトミーガン、あの弾弾の数増えてるから50発打てる。すごい。俺の方向に打つな。俺の方向に。で次ベクターは。で次ベクター。ベクターの方がレート高いけども結局ほらベクターって弾の数よね。そうですよ。終わり。終わり。いやトミガン。トミガン。そっとトミガン。トミガン来てる。でここが終わりまして。まさかのトミガンか。いいじゃない。いや、いいよ、いいじゃんね。こっからだよ。弾減っていくと威力上がるっていう。ほら、まあ、あ、もう最後じゃん。今は、ほら、これ、なんか、すごい。タクティカルと、ネットワークと、ソリッド、アドミナル。ありがとう。それも俺が開けたからな。よいしょ。そう。箱は兄者に開けても。そう。兄者と一緒にもう、コントロールポイントを巡りしたら最強なんじゃないの。もう全部金ですよ。すぐ金なんじゃない。全部金ですよ。もう金どころかね、その次出ちまったらもう半端ねえからエキゾチェックジャパンしたらやばいよ。ジャパンって叫ぶからその時もうエキゾチックを見せたらもうジャパンって叫ぶこと。いやー面白いな、なんか違う楽しみ方ができたね。そんな金お目見えしなかったもんね今まで。いや今まではね、だって今まではここのボスを倒すとまあ運が良ければ金が1個っていうぐらいのやつがディビジョン1だったから。いやディビジョン1は渋かったイメージありますね。相当渋かったよね。まあまあまあ、もうこれアンジャーが倒すと、あーちょっとダメですね。あまりいい素材じゃなかった。あぶれ、あどっからん、あの民兵が。オッケー、ということで今回ここまで。はい、次が左下。そうですね、リンカーン行っで、いよいよって感じじゃないですか。はーい、お楽しみに。ほんじゃまたの。またの。またね。